続いてですね、同じく、本田さんのワールドプレミア、株、スーパー株ですね、スーパー株 C125、こちらもね、またがってみたいと思います。よいしょ。あ、これはもうスタンドがかかっている状態ですので、実際の足とは異なるかと思いますけれども、あ、いいな、ステップもね、乗せていい。結構視界が広いですね、やっぱりね、結構ね、あのメーターとかがこっちの下の方に押さえられているので、もうここの視界がめっちゃ広いです。もう見た目的にはちょっとこう近未来風な、そんな、印象がありますね。あ、これさ、スマートキーなの？すごい。え、カブ、スマートキーになっちゃうんですかね。こういうとこも近未来だ。すごい。よくよく見るとすごいですね。ちょっと遠目で見てたから気づかなかったですけれども、あら、鍵がこんなことになってますよ。もうこうやって刺さなくていいんですね。かつてね、あの現地機とかキーシャッターとかありましたけれども、そういったことも、すごい、ちょっと高級チェックだね、家具ですね。ご覧のようにこのアナログとこちらのデジタルの表示がね、中央にデジタルの、ちょっと表示ないようにしてはね、ちょっとわからないですけれども、この外側が120キロまで出るんですね。そっか、125だからね、もうバリバリ交通の流れに沿って走れますけれどもね。こちらも出るかどうかわからないということですけれどもね、あの先ほどね、こちらがスマートキーだっていうお話をしていたんですけれども、なんとこのシートもですね、スマートキーと連動していて、ここを押すことによってシートが開くようになっているそうなんですね。さあ、これまで、ね、スーパーカブというとこうビジネスのバイクとか、そういったイメージが強かったかと思いますけれども、これはこう乗っていって持っていて、すごくこう所有感も、満たされるような、そんなデザインだなと思いました。そしてですね、あの座った感じ、シートもですね、すごく座り心地がいいんですよね。そのあたりもすごくですね、快適性、クッション性にはすごくこだわって作られたということですよね。そして、まあね、この洗練されたデザインが何といってもこれまでのカブとはちょっと違ったところで、本当にあのこうね、スマートキーを見せながら、ちょっとこのシート開けてごらんと、そんな感じでこう人に自慢したくなるようなスーパーカブ、それがですね、ここにありました。ぜひ皆さんご覧になってみてください。